カッコいい体を作り上げたいです副業で100万円稼げるようになりたいです可愛い彼女が欲しいです自分に自信がつけたいですコミュ力あげたいですお前そもそも規則正しい生活してる してる規,則規則正しい生活してるいやいいんだよ目標掲げるのはだけど規則正しい生活すらできてないやつが何がかっこいいからだな何が副業で100万円稼ぐな何がかわいいからだな え、それ以前の問題じゃない無理だよ。規則, <laughs> 規則正しい生活して、そのお前が掲げてる目標をクラッシュするための努力を毎日やっていかないと、ルーティーン作って、やっていかないと、絶対達成できないよ。モチベーションがある日、気が向いた日、そういった日だけに、ね ちょっと、努力ぶったことしても、無理だよ。全ては積み重ねなの。積み重ね。で、その積み重ねを可能にするのは、ルーティーン。で、そのルーティーンを可能にするのは、規則の正しさ。だって、毎日起きる時間、寝る時間、バラバラだったら、お前が一日のあたり、お前が一日で確保できる時間変わってくるでしょ。 一日で使える時間変わってくるでしょどうやっていつも通りのルーティーンを崩さずにやっていくのそれでジョージルーティーンなんかいらない俺は気が向いた時にイラけやってそれでも達成できるんだ達成してるルーティーンがないってことはお前はすべて意志力に頼ってるってことなんだよすべてモチベーションに頼ってるってことなんだよ お前のモチベーションはそんなに高いの常に一定で保っててるのお前の意志力はそんなに高いのお前は鋼のメンタルの持ち主なの違うでしょだったらザコい自分認めて規則正しい生活をして自分のルーティン築き上げろってこれが何よりもの土台 何よりもの土台。土台中の土台中の土台。この土台がなってなかったら、その上は何も積み上がらない。断言するよ。何も積み上がらない。お前、規則正しい生活すらできてないでしょ何が大学辞めて副業始めるだよ。バカなの何が、何が会社辞めて副業始めるだよ。無理。規則正しい生活すらできてないやつが、自分の力で金稼げると思うな。 かっこいい体作れると思うの。だってルーティンすらできないんだもん。一定の努力を毎日続けることはできないんだもん。どうやってそいつが自分の成し遂げたい目標を達成するの教えて。無理なんだよ。うん。だお前がまずその最初の一歩。ね。副業で何やる方。何やるとか。あのーね、このビジネスが今いけてるとか。 ね、これが今チャンスだとかね、ビットコインとかね、そんなんじゃなくて、そもそもお前は規則正しい生活してるのかってところ。それをやって初めて、それがちゃんとマスターできて初めて、じゃあどうやって稼ぐのか、ね、どのジムに行くのか、どのトレーニングをするか、どのルーティーンをやるのか、考えて。うん。何すればいいですか、何すればいいですか、何すればいいですか。いや、それ以前の問題だって。確実に。 それ以前の問題で、俺自身もそうだった、うん、ちなみに俺、中学3年間毎朝毎朝ママに起こして待ってた本当しょうもないしょうもないってうん自分に責任持ってなかった中学,中学の3年間ザコすぎるねで学校毎朝遅刻ギリギリ ね、登校時間の10分前に起きて試着してジャムパンささっとねか口の中にぶち込んでそれでいってたから俺歯磨く時間すらなかったから登校して学校の1時間目の休み時間に歯磨いてた臭すぎ臭すぎだよざけんなよマジでで高校3年間も本当にしょうもなった俺寮生活だったからさすがにね 誰かに起こしてもらうってわけじゃなかったんだけど寝坊が多すぎて規則正しい生活できてなかったせいで寝坊が多すぎて坊主に連なった俺らの学校なんだっけな5回かな5回寝坊したら坊主みたいな,変な気持ち悪い制度があってそのせいで俺坊主にもなってる坊主になる可能性があっても俺は寝坊した朝起きれなかったしょうもないって で、大学行って、さらに悪化した、ね。朝起きる理由がなくなったから。うん。何も言われないもん。学校遅刻したもん。何も言われないもん。授業遅刻したもん。授業サボっても何もやれないもん。ね。本当にだらしない生活をしてた。その結果、自分の欲しいもの何も得られなかった。自分の自信はどん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 低下していった。自分の掲げる目標からどん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 かけ離れていった。ね。 大学入って最初の1年あの時期ほど堕落した人生において堕落した時期はなかったその時期が一番規則正しい生活ができてなかった一番ゴミみたいな生活をしてたで俺が初めてそこからプラスの方向に進んでったのはより良い自分を少しずつ少しずつ1ポイント1ポイントに積み上げていくことができるようになったのは規則正しい生活をするようになってからだった じゃないと努力ができないんだもんじゃないと毎日一定の努力できないんだもん全てが崩れてるから全てがモチベーションに頼ってるから全てが意志力に頼ってるからないって弱いもん雑魚だもんねでお前も俺と同じように雑魚なんだったら俺の言う通りにしろってねその俺雑魚界のトップだからうん俺雑魚い人間のマインド1から100まで分かるんだね なぜかというと、俺がそうだったから。で、その1から100のステップ、あるやん。俺それ今100まで来てるから、ほぼ。ね、雑魚の中のね、雑魚の中の、その雑魚がまともになるための1から100のステップのうちの、俺100まで来てるからもう。この100までのステップはお前に教えることができる。だから聞けって、最後まで。 これ最後まで聞いて、ちゃんと規則正しい生活ができるようになったら、お前人生変わるよ。俺と同じように。ねこんな雑魚でも人生変えることができた。自分の夢成し遂げることができた。自分の理想成し遂げることができた。何回も言うよ。俺は現状に満足してない。ねもちろんこの夢目標は常に,常に常に常にアップデートしてる。だけど、2年前、3年前、4年前に掲げた目標。ね夢の音に書いたこと、達成してる。なんで 規則正しい生活を築き上げて、その上にルーティンを作ったから。で、毎日一定の努力を積み上げていったから。以上ね。だから、これから話すこと、まあ5分間にわたって喋るけど、それ、その集中力すらないんだったら。ね。お前の人生を変えるかもしれないこの1から100のステップ。まあ今回は、うん、5から6ステップなんだけど、それすら、でも一番大事なステップよ。いい。 それすら最後まで集中力持って聞けないんだったら見れないんだったらもうどうしようもないよ、ね、どうしようもないどうしようもないってこれよこれってことで早速 講義の方に入っていきますか、はい、で、俺はね、必ずこの YouTube 動画、ね、今編集なしでやってるけど、ね、必ずお前の人生のためになるようなことを話す。お前の人生が変わるようなことを話す。ね、毎回俺の動画を見に来たら、その動画は、その、 分数だけの価値があると思ったわけですもしくはそれ以上の価値があると思った方がいい。うん。で、そこは俺絶対保証する。ね。毎回俺の動画見に来たら絶対価値をもらって、その後の人生に、あの、まあ、生かせるようなものになってると思う。うんえ。じゃないと俺のブランドが落ちるから。ね。毎回毎回ゴミみたいなコンテンツ出してたら、意味ないでしょ。見なくないでしょ、みんな。だから、必ず動画作ったら、お前らのためになるようなこと話してる。 いいだそこは俺のほうのを信じて最後まで見てくださいお前が規則正しい生活はできない理由ね話していくよ人間には人間の脳みそね人間の脳みそには健在意識と潜在意識がありますでこれはもう認知科学でもう証明されていることこの潜在意識がお前の90% お前の90%の行動を決めてる。無意識に。決めてるんだよ。いいで、これは規則正しい生活をお前が送れない理由につながってくるんだけど、お前の潜在意識は、お前の普段の行動を、この4つのカテゴリーに分けてる。いい ?1 つ目が、あ、気、気持ちいい気持ちいいのドーパミンストライクね。 ドーパミンストライク。次が、あ、いいわ。いい感じ。心地いい。最高。俺いいことした。次が、あ、これあんま良くないな。これ、自分にとって良くないな。悪いことだな。で、最後に、痛い。無理。マジやめてください。これはもう一生味わいたくない。うん。この4つにカテゴリー分けするわけよ。いいで、 でだよお前が朝起きれない理由はこの潜在意識が朝起きることに対して痛みを感じてるから痛みを感じてるからなんだよお前は朝早く起きることにドーパミンストライクを得れてないよしよくやったっていう感情を得れてないねただただ辛い思いをしてるだけなんだよだからお前の潜在意識が早く起きること ちゃんと寝ることに対して嫌なイメージを持ってる嫌なイメージを持ってて嫌いになってるだから早く起きたいんだったら規則正しい生活を送りたいんだったらのあの労力かけずにそれを努力だと感じずにきつい思いをせずにこの潜在意識で感じるこの痛みっていうのを消していかなきゃいけない 早く起きることを気持ちいい。最高。そういう風に思えるように体をリストラクチャー。ね。再設定していかなきゃいけない。うん。いい。そこまず大事だよね。じゃあどうやってそれをやっていくのか。まずは、お前がなんで朝早く起きることを痛みに感じるのか。そこを 特定しななきゃいけないけいいで、ほとんどの理由は、お前が睡眠不足だから。うん。そしてお前の睡眠リズムが完全に狂ってるから。お前の睡眠リズムが、体内ロケね。お前の体内ロケがね、ね普段じゃ昼の12時に起きてます。12時。そしたら、昼の12時より先に起きることは、お前にとって痛みになる。なぜかというと、それに慣れてないから。 ね、睡眠の時間が足りないから普段寝てるべき時だと思ってるわけだからその12時までの時間それより先に起きたら足りないわけよ、うん、だから辛いんだよね朝起きた時にいいだからこれを直さなきゃいけないこれ直さなきゃいけないじゃあどうやっちそれを直すのかいい こっからが実際の、まあ、ステップバイステップのガイドになる。うん、でもさっきのは大前提の話だから。いいそこを理解してないとなんで自分が朝起きることをきつく感じるのかがわかんないわけだから、そこまずちゃんと理解していい。お前が朝起きるのがきついのは、お前の潜在意識が朝起きるイコール痛いに設定されてるから。いいじゃあまずこの痛いっていうのを直していく。いい お前が朝起きることに痛みを感じることをそれを治すには、体内時計。これの再設定をしていかなきゃなりません。はい。で、理由はさっき話した通りです。でこれを再設定する方法ね。俺のこと嫌いにならないでね。 無理やりにでも、ごめん、噛んだ。無理やりにでも、朝、起きる。です。はい。まだ、まだ、まだ動画、お前、おい。まだこの動画閉じるのやめろよ。これから大事なこと言うから、いいまだ止めるのよ。で、つらいんだよ。つらい。この体内時計を再設定するために、無理やりにでも朝起きること、これはつらいんだよ。 最初の3日間。最初の4日間。最初の5日間ね。うん、ただその辛い3日間、4日間、5日間を乗り越えたら、お前の体内ロケっていうのは次第にその無理やり起きてる時間に再設定されるようになってくる。うん、いい例えばじゃあ12時に寝てたやつが9時に起きるようになりました。ね。それを3日間連続で続けました。そしたらお前の体内ロケは い時ぐらいになってくる、ね、これが新しいお前の体内時計になってくる、うん、そうするとどうなるかっていうと9時に起きてるわけだからじゃあ今まで夜2時とか3時に起きてたのが夜の12時、ね、夜の12時とかにしっかり眠くなるようになってくる、うん、これがキーなわけよいいだからアクショナブルなおい だからアクショナブルなステップを言うよお前がまずやることは3日間連続今の時間よりも今の起床時間よりも2時間から3時間 早く起きてください今日から。ごめん、間違えた。明日の朝から。俺との約束な。俺との約束。どんなに辛くても、スヌーズボタンを押すな。ね。どんなに辛くても、どんなにお前の潜在意識が、うわ、痛い、きつい、もう無理だって思っても、決めた時間に起きろ。 3日間連続でうんでこの3日間すら守れないんだったらこの3日間すら早く起きることを我慢できないんだったらお前何やってももう無理だよね何やっても無理だってそんな小さな自分との約束すら守れないんだよしかも普段より2時間から3時間早く起きるだけそんな小さな約束すら守れないんだよじゃあもう何やっても無駄だよ何やっても無理だよ諦めろいいそんぐらいに捉えた方がいい 意地でも、この3日間、朝の、まあ、それは人によって違うけど、例えば12時に起きてる人っていうのは、9時の起きろ。意地でも。うん。それが、一つ目。お前がやらなきゃいけないこと。うん。アクショナブルな、アクショナブルなステップに落とし込んでるからね。やれよ。この動画見終わって忘れるんだよ。ちゃんとノートに書く。明日の朝、2時間から3時間早く起きる。で、それを3日間続ける。 いいでこれ3日間続けるとさっき話した通り体内時計がリセットされていって朝早く起きることが楽になってくるからいい1日目よりも3日目の方が朝9時の起きることが辛く感じなくなってくるから、ね、3日目よりも4日目5日目6日目の方が朝9時の起きることが辛くなくなってくるからどん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 再設定されていくわけだから体内時計がそれに合うようになってくるから体が適応していくからうん 朝早く起きてください。で、次。丸二、ね、二2つ目のステップ。まあ、2つ目のステップ本当はこれ一番最初のステップかもしれない。そもそもだよで、さっき言った通り、意地でも朝早く起きなきゃいけない。お前にはその意地でも 朝早く起きなきゃいけないっていう強い理由が必要。強い理由が必要。なんで朝早く起きるのそもそもなんで規則正しい生活をするのそもそもそれがなかったらお前朝早く起きないよ。ね勝てないよ自分に。だって起きる理由がないんだもん。朝起きて何すんの何もすることなかったら寝てた方がマシやん。いいごめん。これステップ1だったわ。<laughs> ステップ1。 いいステップ1はそもそも何のために朝起きるのか特定してください YY Why? Why? お金稼ぐようになりたいのかっこいい体作りたいの俺みたいにイケメンになりたいの <laughs> それは冗談 <laughs> けど特定しろって Y をでこの Y っていうのは具体的に 具体的できればできればね数値化で3つ目が達成した時にワクワクすることこの3つを守ってくださいね俺だったら今年中に登録者50万人 ね、超具体的数値化されてるで達成した時にワクワクする50万人いったら最高だなって思える、ね、自分の登録者のカウント数が50万人になったら最高な気分それ想像するだけワクワクするだから俺は朝起きるんよだから俺は規則正しい数を送るんよ自分のために理解できる だからこの、ね、この Y がちゃんと設定できてなかったら、そもそも朝起きる理由がないから、多分あの痛みを感じてても朝起きるってことはできないと思う。そう。じゃあそこよ。うんね、Y を作って、その後に、まあ、3日間連続で同じ時間に起きる。ね。これアクショナブルのステップでしょ。ね。この動画見終わったらすぐに自分の Y は何なのか特定しろって。で、一つに絞れ。昨日の動画の話じゃない お前の目標があっちに行ったり、こっちに行ったり、あっちに行ったり、こっちに行ったりしてたら、お前の脳みそブルブルなんだよ。で、使えるポイントの数がめちゃくちゃ減るんだよ。だから、一つ決めろ。今、お前の脳みそを支配してる感情は何何が一番ムカつく何が一番達成したい何が一番欲しい何、何のことを常に考えてるそこを自分で探って、 あの奪いに行かないと取りに行かないとゲットしに行かないといいでそれを自分の場合にしろってで具体的にして数値化してでワクワクすることうんであともう一つごめん書かないけど俺ならできるって本気で信じれることうん俺ならできるって本気で信じれることね目標って難しいんじゃない設定するの だけど大事なのはワクワクしつつ俺なら絶対できる俺なら絶対やってみせるってそう思えるようなことにしてほしい、うん、じゃないと、まあ、自分のコンフォートゾーンの外すぎて途中ら諦めちゃうから,、ね、だからそこも大事 OK、はい、もうこの動画ここで見るの終わりにしてもいいよ なぜなら今の2つが何よりも大事だったからねこれから話すことはまあそれも大事だけどあのテクニック的な部分になるテクニック的な部分いやテクニックではないなテクニックではないけど大事だけどあでもそもそものさっきの2つが土台1の土台ねこの規則正しい生活をするっていう土台の中の土台だからいい、まあ、その2つさえできれば多分問題なくあのー、規則正しい生活を送れるようになると思うんだけどそこにまあプラスで やっていかなきゃいけないことがある一つ目ねこれもアクショナブルなステップですカフェイン禁止チャレンジですカフェイン禁止カフェイン禁止チャレンジごめんコーヒー飲まして、うん、でこのカフェイン禁止ってのは昼以降のカフェインです昼以降 昼以降、カフェイン禁止にしてください。なぜかというと、コーヒー一杯飲んだら、この前の睡眠、睡眠の動画でも出したけど、コーヒー一杯飲むと、その4分の1が、脳内に残ってるわけよ。10時間後に。いいだから昼以降にコーヒー飲んじゃうと、その、 飲んだコーヒーのカフェインの多くが寝るときにも残ってるわけ覚醒してるわけよ。ね。だからそこ。ね、その覚醒作用があると、ね、その、早く、早く寝るってことを妨げるから。いいで、そして、ね、普段ね、カフェイン取ってる人っていうのは昼以降。カフェインを昼以降取らなくなると、めちゃくちゃ眠くなるから、夜。ね。だから、カフェイン禁止にしてください、昼以降。 ね、きついと思うよ。これも痛みを感じると思うよ。今までコーヒー飲んでドーパミンストライク得てたわけだから、ね。それを削って、しかもカフェインを飲まないっていう、ね、それ耐える時間を作るわけだから。ね、きついと思う。だけど、昼以降カフェインを取らないでください。これも3日間チャレンジしてください。うんまあ、3日間。まあ、3日間チャレンジして、まあ、その先もずっと継続していってください。ね、昼以降カフェイン取ったら、お前の脳みそに夜の12時に残ってるわけだよ、カフェイン。ね でお前の睡眠の質を下げるし、睡眠をね、寝つき悪くなるし、いいそういった部分も含めてコーヒーを禁止。これが3つ目のステップです。次、4つ目のステップ。4つ目のステップは、あ、これ超大事。ね。アンドリュー・ヒューバーマン博士も言ってたこと。朝起きたら、ごめん、漢字。 10分間から15分間外に出て日光を浴びるうんで外、ね、日光出てなくても曇りでも十分日光紫外線は得られますでなぜこれをやるかというと朝起きてあこれ1時間以内ね朝起きたら1時間以内に 60分以内60分以内に10分から15分外に出て紫外線を浴びてください。なぜかというと人間は光を目ん玉に、ね、目ん玉で光を吸収することによって覚醒します。そして光を吸収したことによってあ今朝なんだっていうふうに認識します。 そうすると、さっき話しためちゃくちゃ重要な要素、体内時計が整います。ね、例えば、朝の8時に光を吸収しました、ね。ちゃんとした日光をね、強い光を、ね、目の中に入れました。そしたら、この、俺らのね、その卓越したね、この体っていうのは、素晴らしい機能を持った体っていうのは、あ、8時に今日光浴びたから、じゃあ約ここから、12時間後、14時間、15時間後に眠くなるように体設定しよう。そういうふうに、ね、優れた機能を持ってるわけよ。 でこれはもう研究の結果で出てるね実証されてることアンドリー・ヒューマン博士のポッドキャスト見てくださいうん光を吸収することによってその15時間後だっけな16時間後かなうんまあでも睡眠欲がその活性化するように体作られてますそうだから朝起きたら60分以内に日光を浴びてくださいうんでさっき話した3日間無理やり起きるってところにこれを掛け合わせるとお前の体内ロケは 最定の方向にグッと近づくグッと近づくうんうん OK よし次のステップいくか 最後に最後じゃねえよごめんあと2ステップぐらいある <laughs> 次5ごめんちょっとインクなくなってきたわオーダーしねえと青で書くわ次はさっき話した Y を含めたモーニングルーティーンを作る さっきお前 Y 作ったでしょなんで朝早く起きるの教えてなんで朝起きるの理由があるでしょそれをそれをそれに対して能力 それに対して努力を費やすようなモーニングルーティンを作成しよう。俺の場合、モーニングルーティンのうちの一つが、まあ今やってることだね。うん。毎日動画撮ってないけど。必ず作業してる。3時間。2時間から3時間。全集中を持った。うん。で、 全集中を持ったこの2時間3時間を俺にとってのこの Y に捧げるために俺はモーニングルーティーンを作ったねさっき話した朝起きてね散歩してねまあその以前にまあそれ以前にまあ顔を洗ったりとかあと部屋の掃除をしてあと何してっけな塩水を飲んでねその辺過去に俺モーニングルーティーン動画出してるからちょっとまた新しいの出そうかなと思ってるんだけどまあでも その自分にとっての Y に全力を注げるようなモーニングルーティーンを作成してください。携帯を一切触らない。日光浴びる。ね。トゥードリストを書く。瞑想する。何でもいいです。ね。コールドシャワー浴びるでもいいし。自分にとってのモーニングルーティーンを作成して、やってみてください。で、これは何がいいかっていうと、 まずねお前のその Y に対してあの、まあ、努力を費やせるようになるね効率のいい生産性の高い場合あの努力を費やせるようになるそれはもちろんのことなんだけどこれをモーニングルーティンにして毎日こなすことによってさっきあの人潜在意識あったじゃんで今、まあ、4つの方向あって気持ちいいグッと微妙最悪この4つのパターンあったでしょ モーニングルーティーンを作ってそれをこなすことによってどう朝起きることに対してお前の潜在意識はどういうふうに感じてるもしそれをこなしたら自分との約束守ったら多分お前の潜在意識はナイスナイスってなるよねシャーってなるよねだって勝ってんだもん自分に気持ちいいよね俺気持ちいいの毎回自分のやるべきことやった時 多分この動画撮り終わった後は最高な気分だよ俺。ジム行った後は最高な気分だよ。ね。で、俺の潜在意識はそれをしっかりね、AI じゃないけどディープラーニングしてる。ディープラーニングしてんだよ。勝つことによって。で、反対に俺の脳みそは負けた時もディープラーニングしてる。最悪だわこの気分。いいだからしっかりモーニングルーティーンを作って、それをこなすこと勝つことで、 自分が実際に前に進んでいったら、朝起きることが楽しくなってきます。朝起きたくなります。ね、反対に寝坊すること、うん、二度寝すること、昼間に寝てしまうこと、それに対して最悪な気分になります。だから、こっちの、この二つをやらなくなって、こっちの二つをやろうっていう、強い、なんていうのかな、まあ、土台だよね。強いマインドセットが強いせん、強い潜在意識だ、強い潜在意識が構築されてきます。うん、だから俺、一度も朝早く起きたいんだよね。 うん、だって最悪クソみたいな気分になるんだもん朝起きなかったら崩れるんだもんルーティンが自分の目標から自分が遠ざかってくんだもん最悪な気分だよね、うん、でそれに対して俺は最悪な気分だってね潜在意識に刷り込んでるからこっちの行動を取らなくなるで代わりにこっちの行動を取るようになる、うん、だから自分のモーニングルーティンを作ってその場合に近づく行動をあの繰り返して自分の潜在意識に あのディープラーニングさせてってくださいよしあと2つねこれもささっといくよ簡単簡単6個目なんだっけもう一回見ろあ夜照明を落としてください夜照明を落とすいい でこれはさっき話した朝起きてすぐ光を浴びるに、まあ、関連していることいい。人間は目の中に光を吸収することによって体内時計が設定されてきます、ね。今朝なのか、今昼なのか、今夜なのか、ね、そういった、ね、機能を備えてるわけよ。いいだから夜に、ね、照,明照明満,満開照,照明全開で、ね、光めちゃくちゃ目の中に吸収させてたら脳みそはまだ夜,なんじゃない夜じゃないんじゃないかっていうふうに 錯覚してしまうわけよ。覚醒してしまうわけよ。あ、昼だ、じゃあもっと起きてよってなっちゃうわけよ。いいだから、まあ、夜になったらもう正面を落としてください。うん。去年に天井、天井の電気を全部消してください。で、あの、ま、あアマゾンでもいいし、ニトリでもいいし、あの、アイケアでもいいけど、あれ、小さいランプ買ってください、ランプ。オレンジ色の光の。うん。 でそれをつけてください。それもう照明切って、もう明かりは全部暖かい色の明かりに変えてください。そうすることによって、お前の脳みそはちゃんと夜の時間に、あ今夜なんだ、もう周り全部暗いし、そろそろ寝る時間なんだっていうふうに脳みそに、あのー、サインを送ることができるから。そしたら夜、より寝やすくなって、睡眠の質高まって、次の日の朝も起きやすくなるから。いい全てはつながってんだよ、うんで。超大事、これも。 で、スマホ、ね、まあ、夜寝る寸前までね、使ってる人はほとんどだと思うけど、これもなるべく使わないってことで、どうしても使わなきゃいけないんだったら、そのスマホの画面、もう真っ暗にして、ね、ナイトモードにして、できる限りに戻してくださいで。サングラスかけてもいいし、うん。一番使わないのが一番、あの、使わないのが一番いいんだよ。だけど、どうしても使わなきゃいけないんだったら、できる限り、 その自,分に自分の睡眠に影響を与えないように使ってください。うん、そこね。で、目安としてはもう8時以降だねは。夜8時、夜9時になったらもう照明全部落としてください。い、うん、りません、照明。最後。最後は。7番目。 何だと思う <laughs> 同じ時間に寝るこの説明不要だよね夜更かししたら次の日のお前が苦しむんだよ次の日のお前が痛みを感じるんだよ次の日のお前の生産性が落ちるんだよ 次の日のお前が目標に近づかずにどん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 遠ざかっていくんだよ次の日のお前の意志力が半減するんだよ次の日のお前が苦しい思いするだからちゃんと同じ時間に寝て朝ね同じ時間に起きるんだからしっかり睡眠時間確保して最高のパフォーマンス発揮しろってうん土台中の土台よ土台中の土台以上これが規則正しい生活をする方法完全ガイドです これに従って、明日から、いや、今日から、やってったら、お前は、朝起きること、朝早く起きることに快楽を感じる、ドーパミンストライクを得る、潜在意識が最高っていう気分になる。で、朝起きないことに対して最悪な気分になる。ムカつくようになる。イライラするんじゃなそれ、いいことだよ。いいこと。だって、あもう絶対明日は早く起きたいってなるわけじゃん。 ね、だから、まあ今日話したこと、ね、全部アクショナブルなステップにしてるんだよ、いいノートに書きやすなり、ね、紙にして壁に貼るなりして、落とし込めて自分のルーティーンに、自分のトゥードゥリストに言った通りにやれって、いい 俺は1から100までザコの脳みそがどういうふうに作られてるか分かってる自分がそうだからでそれを乗り越えたからその乗り越え方を知ってるで今お前それを乗り越えれてないんだったらお前はそれを乗り越えた人からアドバイス聞くべきねああ僕はこう思いますでも僕はこうですいやいいよそれでうまくいってんだったらそのままやり続けるでもそれでうまくいってないんだったらとりあえずうまくいったっていう人ね 変わった人から方法を聞けってで落とし込めってでそれでうまくいかなかったらまた別の人から聞けばいいよいいだけど今回話したこと実際に実行したらお前の規則はた規則お前の生活は規則正しくなってお前は自分の目標により近づけるようになると思うからふう,ん、ほう今日もノーカットノー編集ですうん 話すスキルってのもね、俺上がっていくと思うし、今後こういうふうに続けていけば。うん。自分のためにもやってるから、これは。ね。編集に頼ってしまったら、ね。カットに頼ってしまったら、その、じゃあいいよ。ね。動画の中では喋れるけど、じゃあ実際にみんなの前でプレゼンするとか、ね。今後の自分を考えたら、それってのは、まあ、チートだよね。ずるいよね。うん。ずるいし、自分の成長につながらないから、今、ノーカット、ノー編集にしてます。うん。 だからまあ、そうだね。まあでも、ノーカット、ノー編集でも最後まで見れてる。ね。それは、お前の集中力の証お前が成長してる証お前が本気で変わりたいっていう気持ちを持ってる証そしてお前には可能性がある。うん。まあも,もちろん実際にアクションにね、つなげないとダメなんだけど。だけど、しょうもない TikTok 見てるやつら、ね。YouTube 上見てるやつらと違って、 最後までこういった長い動画を見てじゃあ自分の人生に何かいい部分取り入れようっていうふうにね思えてるわけだからその,そ,その自分には誇りに持ってほしい、うん、俺もそこから始まったから、ね、こういった長いコンテンツ、ね、無編集でそのナチュラルなコンテンツポッドキャストそういったの聞いて実際に世界中の落とし込んで変わってきたから、ね、5分10分の ね、編集凝りまくったような動画では俺人生変わったこと一つもないからほぼ、うん、ドーパミンだけ分泌させたと終わりだからいいだからこういう、まあ、みんなのためにも自分のためにも無編集長い完全ガイドを作ってますいいだからまあねあの編集なくなって、ね、なんかイライラしてる幼稚園成人もいっぱいいるかもしれないけどまあそいつはそいつだからしゃあ俺はこのスタイルやっていくからこのスタイルやってって、まあ、登録者減っても別にいいと思ってるなぜかというと それ以上の価値を提供してるし、今まで以上に価値を提供してるし、それを分かってくれる人は、まあ、今後ね、あ、ジョージが動画出したら絶対価値があるっていうふうに思うわけだから、俺はそのスタイルでやり続ける。ね、実際に人の人生変えたら、それだけのリターンが返ってくるのを知ってるから、自分に。うん、だから、しばらくはこのスタイルやっていくし、あのー、まあ、それを応援してくれる人、ね、それをまあ見てくれる人いるんだったら、やり続けます。きついとこそ、やらなきゃいけないことやろうぜ。じゃ